井さんの下でホストになりたい人大募集。どんな人でも大丈夫です。必ず売れっ子にします、有名にします。興味ある方はツイッターやインスタの DM からご連絡お待ちしてます。どっこいさんだぜ。どこいさん、はい、今日どこ行くんですか。今日はパクラさんがめでたい日らしいんですよ。お祝いですね今日は。プレゼントも購入してますもんね、はい、結婚祝いでバカラのロックグラスかなんかあげたんですよ。今回はコーヒーカップみたいなやつですね。パクラさんよくうちには来るんですよ。パクラさん家に行くってなんか乗り気じゃないんですよ。嫌なんですかね。なんかあんまそんな俺失礼なことしないのに。めっちゃいいマンションじゃないですか。それは多分寮に行き過ぎてるからちょっと目まひってるんですよ寮に行き過ぎて騒音 NG なんです、はい、テレビ等の生活音がうるさいってマジ書いてます。本当に失礼しましょう。こんにちは。高橋さん、そうっす。あ、そうっす、そうっす。お願いします。これ誰のサインですか。翔平のサイン。おぉ、俺のサイン見たことなかったですか。そんなわけないですよね。靴の数もすごいですね。靴好きなんで。あ、これ俺あれだっす、これ翔平が誕生日にくれたやつですね。結構大事に毎シーズン夏場は履いてるです。おぉ、まあ、こちらお邪魔します。あ、ちょっとこれ遅くなりましたが、なにこれ。コーヒーカップっすね。ありがとう。結婚した時もさ、一番最初に翔平がお祝い会、家見ますか、家来たんで。確かに、ちょっと気になります。おお、これ一番好きなもん。7つの習慣結構通れて読むんですね。読む。ナスナスカンス受験まで80日って。これはトップナンディのお店がはい、全然うまくいってない時があって死にそうだったんですよその時結構精神的にやばくて、100日カレンダーみたいな、とりあえず100日間頑張って、はい、またなんか100日間頑張ろうみたいな感じで、それが参ってた時のやつなんですよ今はトップ2億3億で店売りあるけど、その時の辛かった気持ちを忘れないように今も置いてるみたいな感じです。サウナ買ったんですよ。え、家にサウナがあるんですか。これですよ、見ていいですか。これめっちゃいいんですよ。これつけるんですけど、おお、110ぐらいまで出るんですよ。ちょっと中見てほしいんですけど、ロウリュできるんですよ。これ。ここで石あるんですけど、本格的です。ちょっともう熱い、熱くないですか。熱いですね。あ、うらー、多いっすね、こういう感じっすね。そうそうそう、あ、そういう感じ。これいくらっすか。これは60万ぐらい。60万。ここでよく寝てるんですか、奥さんと。はい、そっち行ったり。家2つあるんですか。家2個あるんです。すごいっすね。それはどういう使い分けなんですか。奥さんはそっち行ったりこっち来たりみたいな感じなんですけど、水商売やってるとストレスも高いし生活リズムも違うんで、2個あった方が仲いいというか確かに、まあ、喧嘩しなくなったんです、ね、家2個して、あそこの履歴を見てます。あそこに履歴グイグイ行く。あそこ履歴をなんて気になるんです、履歴いつも、はい、ここでこんな感じで仕事をしてです。結構家でされるような仕事もあるんですか。多いっすね。ホームページとかの作り直しとかをしてるんで、新しいホームページを今作らなきゃいけないから、それの打ち合わせしたりとか、あと YouTube チェックしたりとか。パクラさんの今の立場は2部のプロデューサー。メインは1部ですね。2部の方は現場というより、翔太と孔明の方の経営の方のプロデュースをするっていう感じですね。今日ちょうどあるんで行きますか。ぜひお願いします。来ます。プロデューサーっていう立ち位置、ちょっと一般の人は分かりづらいと思うんですけど、どういうのが一番の役割ですか。店舗プロデュースなんで、マネジメントですよね、はい、教育、現場、あとはこうシステム面をチェックしたりとか、トラブル対応とか、まあトータルですよね。プロデューサーがその仕事ぶりが良かったかどうかっていうのは、どこを見て判断されるんですか。組織なんで数字だと思うんですけど、はい、一番は店舗全体の売り上げ。そうですね。去年までは大変って感じだったんですけど、プロデューサーになってからは難しいなって思うことが増えたんですね。運営側になって良かったことって何なんですか。幸せっていう感情は運営の方が多いなっていうのがありますね。スタッフの成長を見れるとか、お店の成長を見れるもそうだし、達成感だったりとかチームワークだったりとか、そういう意味での幸せっていうのもですね。プロデューサーってまあいわば一番上の立場に近いですよね、はいはい、収入とかってどのくらいなんですか。こいつらももらってますけど。もらってねえっすよ年収。もらいすぎっす完全に。1000万でいいっすね年収視聴者には分からないかもしれないですけど、やっぱすごいです。
家賃とかってどのくらいなんですか？ここは23万です。どこそなんで無言なんですか？結構高いですよね。23万だったらもうちょっと広いとこ住めるじゃないですか。2つで50ぐらいですね。低いですね。で、はくらさんと奥様のお話聞きたいんですけども、結婚されることになった経緯みたいな、ざっくりと。お店に通ってて指名していました。もともとは一つの家で暮らされてたんですか？最初から二つの部屋ですか？いや、一つです。喧嘩して家借りたっていう。弁護士まで出てきる。それがあったから逆に今は良かったのかなとも思う。どうやって仲直りしたんですか？どうしても別れたくないって言われて、言われたんすか？実家にまで。迷惑っすね。実家にまで。逆にそうなってからの方がいろんなことのありがたみに気づいたっていうか。将来とか不安じゃないですか？不安はないですね。10年後はどんなことを想像してます？変わらず2つ家があって、コマのね、妹ができたらいいなって感じですかね。いつもありがたいなって思ってます。感謝してます。結婚してよかったなっていうふうに思います。いつもありがとうございます。健康に気をつけてください。何事っす。ありがとうございます。ありがとうございます。店で会議ですよね？そうです。これから2部の経営会議ですね。ナンバー2です、カズさん。ナンバー2です。どっこいさんの YouTube から入ったボス。じゃあやりますか。はい、やります。2部のソースのところとか、公式 TikTok とか公式 YouTube とか載ってないから、こんなのさ、オープンして5ヶ月経ってんだからさ、ないのありえないよね。そうですね、うん、はい、こういうとこしっかり見ないと。はい、うん、こんなのないの論外とかだから、こういうの今みんな見とかないと。SNS しかり、無料でできるコンテンツっていうのは、はい、自分らでやっぱやっていかないと。それが店舗努力だからさ、はい、うん、詰まるところ、孔明と翔太がどういう店作りたいかっていうだけだと思う、はい、周りを納得させるっていうのと、何できるのかね、それは売り上げなのか、能力なのか。やろうって言ってからちょっと遅いから、そうですね、そういうの急がねえと。そういうシステム変更のやつなんて超スピード感持ってやらないと、はい、忘れちゃうじゃん、はい、スタッフもこれやるよって言ってるのに、はい、そういうのはきちっとやっていこう、はい、うん。こんな感じで、その内容自体はすごくシンプル、3本柱の広報、求人、教育、そのマネジメント、スタッフ全体の今の状態がどうか、はい、そういうのを話していくっていう話。お店がやることってこれしかないじゃん、はい、シンプルだからガチャガチャ話すんじゃなくて、項目分けてそれぞれに話して確認しながら、今やってることだったり、新しいキャンペーンやってる、そのトップ、ムラがあったら削るみたいな感じで。ああ、そうですね、はい、ありがとうございます。これに移す感じです。報酬にさ、はい、ちょっと関してさ、孔明からもちょっといろいろ聞いたけど、はい、正直ちゃんとできてないっていうのを聞いて、はい、素直にちょっとがっかりした。一番やっぱ危惧してるのは、教育しっかり入れるからっていうさ、歌ってるわけじゃん、はい、それやれてないと嘘になっちゃうじゃん。これに関しては俺本当に翔太に何回も話したけど、代表の翔太がやんないとダメなことなんだよね、はい、俺が一番翔太に本当に言いたいのは、はい、この子たちを本当にこう売らせてあげたいっていう目線に立ててるから、はい、シンプルにスタッフたち可愛くないのかなって思う。それをさらに言うと、孔明とかに思われてるのが良くない。一番近くで見てる孔明とかに思われて、それがこう上がってくるっていうのが問題なの。だって一番大事なパートナーわけじゃん、はい、それをやっぱり考えていって、はい、熱心熱心にこの子たちをこうまとめていって、はい、その気概を持って本当に考えていってほしいな、はい、うん、ちょっとやっぱシビアなこと言っちゃうかもしれないけど、やっぱすごくベクトルが自分に向いてるような気がする。自分もそういう経験あるから分かるけど、ちゃんとスタッフたちにベクトルが向ききってないように見える、
ちなみにそのスタッフたちっていうのはさ、プレイヤーたちだけじゃないよ、運営っていうのも入ってるわけ、はい、内勤ミーティングのまとめ方が一つにしてもそうだし、これをどうやって自分でこう考えていくかっていうさ、詰まるとこ翔太がどういうお店作りたいかだけなんだよね。求人は頑張ってサポートできるよ、でもその子たちを育てるのは現場のトップしかないんだよね。って考えた時に何をこう優先してあげるか、それって毎日毎日やんないとやっぱ上がっていかないし、自分がやるって言ったことは本当に責任を持ってやる、それは必ず組織全体のためにもなるし、一番は翔太のためになるから考えてやっていって。叩いて、でいい感じにはなりました。突っ込んでごめんなんだけどさ、はい、寮の見回りって大変な作業、エネルギーも使うし、大変だからこそ上の人間がやった方がいい、うん、大変だからこそそういうもんだと思う。はい、I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, お前すげえやん、お前今何ヶ月目？今4ヶ月。4ヶ月でナンバー 2？ お前すごいやん。先月給料いくら？未経験4ヶ月で。ありがたいですね。今月からブランドものを買い始めようかなと思って。おー、不満なことがない？ほぼないです。ない。何かあったら連絡していつでも。ありがとうございます。頑張ってね。コミュニティングのあの積極性とか良かったそういう感じでこう引っ張ったらいいですね、うん、代表として彼らをいかにして勝たせてあげるかっていうだけだったから、うん、だから常にお店全体のことを考えてて、うん、常にスタッフ一人一人のことを考えて見ていく、うん、そうやって一日一日丁寧に丁寧に過ごして、うん、彼らのためにできることっていうのは考えながら行動していくから必ずいい方向に行くから、それこそ翔太のね、人間性と真面目と継続力とかそこで良さが出るから大丈夫だ。翔太のがもっともっとよくできる、彼らと一緒に成長していけばいい、ベクトルを彼らに向けてみてやってみてほしい。絶対自分の中で変わったなって感じで気づくからできるよ。だから翔太さん、はい、今日博良さんに内勤や運営の裏側の仕事のことを結構 YouTube 撮らせてもらったんですけど、はい、運営内勤の仕事ってざっくり言うとどういう仕事内容なんですか？プレイヤーがいかに集中してできるようにサポートする役という感じですね。内勤とかで実際に採用されると、はい、最初は何をしていくんですか？最初はそうですね、お客様の投資って感じですね。実際どのくらい長く続けられる仕事なんですか？年齢的なものはもう何歳でも大丈夫です。ホストクラブの内勤って言うと転職する際に他の仕事で不利になるのではないかって思われたりする人もいると思うんですけど、そういうのも全くないですね。むしろあの本当に業務を通して人としても成長できますし、経営のことも学べるんで、かなりそういったところも強みになると思います。残業が多かったりとか、はい、休みが少なそうなイメージなんですけども、はい、実際はどうなんですか？もっとこう店こういう風にしてた方が良くなるよねっていうようなそういった会議はありますけど、基本的なあの残業っていう残業はないです。毎週水曜日と第2木曜日第4木曜日が休みになってるんで、大体月に2回ほど2連休があったりとかしてるんで、体的には負担は少なくなってるようにはしてますね。ぜひね、勇気を出して踏み込んでください。僕も一緒にねそういう動きするんで、その不安は一切なしで大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。最初から賞金で1500マスレールが欲しいなと思ってスタート、はい、妥当だと思うよ。また運営陣だね、これ一番大事。プレイヤーの子たちっていうのはオフェンスなんだよね、はい、チームってディフェンスしてくれる人もいないといけないから、ディフェンスする人たちが何かって言ったらやっぱ運営陣、そこは必要になってくるね。具体的にその運営はいつから声かけ始めて動いていけばいいですか？まず金庫番作んなきゃダメだね。1億円プレイヤーは別にちゃんと育てれば排出はできるんだよね。でも1億の金庫番の方が見つけるの難しいから、そこはやっぱ考えていかないといけない。店より1億上がってもさ、その1億さ、金庫番のやつが取ってっちゃったらさ、お店潰れちゃうじゃんね。まずは金庫番を誰にするかっていうのをきちっと決めた方がいいね。例えば俺らが若い頃なんかはプレイヤーの数に対して運営の数って10対1とかぐらいでもいけたわけよ、はい、キャスト30人に対して内勤3人ぐらい、はい、いればこと足りるみたいな感じだったけど、これからの時代もっと必要かなっていう。店やるときにさ、みんな売れるやつとりあえず連れてきたいって考えるじゃん。確かに賞金200万売れる子が新店に来てくれたら魅力的かもしれないよね。でも運営っていうのを育てたりとか探してくってすっげえ大変なんですよ。下手したら今後の時代はプレイヤーより運営の方が求人が大変な時代に俺はなっていくかなっていうふうに思う。
その辺のところだと軽く30人は集まるだろうから、少なくとも4人できるんだったら5人は欲しいかなって感じ。でも大変だよ。大変ですよね。5人のプレイヤー集めてくださいとさ、5人のそのできる運営集めてくださいめっちゃ難しいから。俺はホストクラブ、高校野球と一緒だと思ってて、高校野球ってさ、例えば大阪桐蔭とかさ常に強いじゃん。でもなんで大阪桐蔭が強いかって言ったらさ、それ選手は強いよね。でも選手って2年半に1回変わるんだよね。3年生になったら引退だから。それでも強いのってなんで強いんですかって言ったら、いい監督、いいコーチ、いい練習メニュー、いい練習設備があるからだよね。これが俺は運営だと思ってる。今ホストクラブで働きたいっていう男の子の9割が求めることは何ですかって言ったら、運営陣がしっかりしてる、教育がちゃんとある、この2つを求められてるから。じゃあお店やってる店舗側の人間は運営陣がしっかりしてる、教育がしっかりあるよっていうのを言えないと男の子と集まんないよね。まあでも翔平だったらやりたいって男の子いっぱいいるよ。そこは全然心配しなくていいと思う。だから運営っていうものを今からじっくり考えてった方がいいと思う。ピラミッドっていうじゃん、組織のさ、自分ってじゃあどこですかっつったらさ、店の一番トップなわけじゃん。でも感覚はそういう風にやってない。じゃあどういう感覚でやってんですかって言ったら、プレイヤーたちがいて、プレイヤーたちはじゃあ誰をこう楽しませるんですかって、お客様じゃんね、そこに向かって頑張るじゃんね。そのプレイヤーたちを輝かせるのは運営陣なんだよね。じゃあ自分はどこですかって言ったら、基本的にここだと思って、ピラミッドって言うけど、俺は感覚的には逆ピラミッドだと思ってる。自分が一番下なんだよね、実は。偉そうなことも言うけど、根本は自分は一番下だと思ってる。これが大事だと思う。だから運営陣ってすげえやっぱありがたいことなんだよ。でもまだまだそのホストの運営っていうのはさ、世間からしたら見たらあんまり魅力的じゃないというかさ、だから魅力的なんだよっていう部分を外に発信できてたらいいなとは思うけどね。ちょっと質問なんですけど、トップダンディ日本一のホストクラブ、そのホストクラブでもこんだけ運営内勤がちょっと足りてないみたいな理由って何なんですか？体験層みたいなイメージは多分ついちゃってるんだと思います。プレイヤーたちはじゃあ1ヶ月頑張ったら頑張った分もらえるじゃないですか、はい、でも運営っていうのはその仕事量もそうですけど、どの期間いてくれたかっていうのも実はすごく大事なんですよね。やっぱ扱うのがお金だったりとかシステム面なんで、その信用度合いってめちゃくちゃ大事になるんで、っていう部分でも時間がかかるっていうのは思ってる子多いかもしれないですね。どっこいさんがいい運営を集めるために具体的に取るべき行動とかアクションプランってありますか？いかに信用できる人を見つけていくかだと思います。よく言う右腕作れとか左腕作れみたいな、はい、あの考え方が大嫌いなんで、パートナーはやっぱ作っていくべきだと思うんですよ。対等であったり、お互いがウィンウィンになれる、それはそういうところを意識していったらすごいいいんじゃないのかなって思いますね。これからのホストクラブってキャバクラ化していくかなってずっと思ってたんで、キャバクラってキャバ嬢掃除しないじゃないですか。別にお客様を楽しませるっていうところに特化してるじゃないですか。それをサポートするのが黒服ですよね。ホストってまさに今そういう風になってるんで、裏方が必要になってくる。ホストはまだまだ荒削りなんで、ホストの運営も学んでいかないと新しい時代を戦っていけないと思うんで、そこを目指してるっていうのはありますね。運営スタッフに求める特徴とか能力っていうのは一番は何ですか？マネジメントですね。運営スタッフはマネジメントに始まり、マネジメントに終わると思ってます。業務っていうのはある程度できて当たり前の次元になってくるんですよね。じゃあ何がプラスアルファで大事かっていうと、マネジメント能力があるからなんですよね。人に好かれるかとか、人を動かせるか、これが絶対に試されるんで、まあ、ゆうさきさんって広報の仕事ってめちゃくちゃできるんですよ。でも本当のあの人のすごい能力値の高さはそこじゃなくて、すごくプレイヤー思いなんですよね。常に彼らのことを考えてるし、忖度も半端ないし、一人一人がどうやって輝けるかとか細かいんですよね。気遣いもそうだし、気配りもそうだし、それってつまりマネジメントができるってことじゃないですか。だからマネジメントに始まり、マネジメントに終わるっていうところがそこですね。相手に関心をやっぱ抱いてあげることからがスタート。だから入れた子放置してるから全然ダメ熱心に熱心に見てあげる必要がある。関心を抱いて自分がまず好きになってあげる必要があるから、こんな偉そうに言ってるけど自分も今の勉強だなって思ってるやんて。深い熱い話をしてたんですけど、はい、正直翔平は全然大丈夫だと思ってます翔平がなんか新しいことをチャレンジしようって思っても、心からなんかできることを手伝いたいなとかサポートしたいなって思えるですもん。普通にそういう風に思ってる人間ってたくさんいるから、何の気兼ねもなくやってほしいなっていうのもそれはどっこい翔平っていう人間の昔から言ってる厚みだったりとか、まっすぐなところですよね。翔平はだから何やっても必ず俺はうまくいくなと思います。むしろ俺が尊敬してます。どっこいさんださん。
トップダンディ本店店舗運営スタッフ大募集。内勤、ウェーター、マネージャー、広報、運営スタッフも稼げる時代です。興味ある方はどっこいさんのツイッター、インスタから DM をお待ちしてます。どっこいさんだぜ。